小田急2000系電車は小田急電鉄が1995年から運用している通勤車両である。小田急では編成表記の際には新宿より先頭車両の車両番号を量数という表記を使用しているため、本校も特定の編成を表記する際は2051-8と表記する。また特定の車両は車両番号から では2400番台などのように表記し、小田原方面に向かって、右側を山側、左側を海側と表記する。新宿発着の各駅停車8両編成化を推進する目的で、1995年に3編成が登場した。その後は2600系8両編成の置き換え用として2001年まで増備が続けられ、 最終的には8両級編成の合計72両が製造された。基本設計と衣装は線型に準じているが座席数を確保しつつ客用扉の幅を拡大したのが大きな特徴となっている。1995年に当時の通商産業省よりグッドデザイン商品に選定された。小田急では1990年から1 0 0系の一部の 車両で乗降時間の短縮を図って客用扉の幅を2メートルに拡大したワイドドア車両を運用していた。乗降時間の短縮自体は効果があったものの扉幅拡大による座席定員の減少が問題視された。1991年に線形ワイドドア車両を増備した際に座席定員の増加を図る一方で 在来通勤車両と同等の座席定員確保と乗降時間の短縮を両立するために、モックアップによる乗降試験も含めた検討が行われた。この結果、座席定員の確保には、客用扉間の座席を7人掛けとし、客用扉の幅は1600ミ、mm、リメートル程度とすることが最適という結論となった。一方で、電子機器や、 走行装置のシステムについても、高性能かつメンテナンスフリーの機器類が開発されていたことから、線型をベース車両として、車体構造の変更や各種機器の見直しを行った。設計にあたって、騒音や振動の少ない、環境に優しい車両、快適に乗車できる、お客様に優しい車両、旅客の案内や安全確保に専念できるように、 付随的な作業を自動化した、乗務員、駅員に優しい車両、熟練を要する機器の排除や、機器のモニター監視などを可能にした、保守に優しい車両、といったテーマを掲げた車両として登場したのが、本形式である。本説では、登場当時の仕様を基本として、変更点などは遠隔で構述する。全長20メートル級の車両による8両固定編成が、 製造された。基本設計は重量編成であり、中間の2両を除いた編成形態になっている。形式は、先頭車が制御車の区派2050型で、中間車は電動車の出派2000型と付随車の左派2050系である。車両番号は、間末の編成表を参照のこと。先頭車は、車体長 19650mm。 全長2 1 5 0ト、mm、ル、中間車は、車体長1 9 5 0 0、mm、トル、全長2万トルで、車体幅は、当時の低都高速度交通営団千代田線への乗り入れを考慮して、線型と同じ2 8 6 0ト、mm、ルとした。車体は線型と同様に、ステンレス構成とした、オールステンレス車両で、ステンレスの輝きを和らげるために表面を、 ダルフィニッシュ仕上げとしている。車体断面形状や構成部材も線型と同様にしたが、戦闘車については後実する車椅子スペースを設置したことにより、全長が1 5 0ト、mm、ル長くなっている。側腰板と側張りの接続部分には化粧板としてステンレス板を張っている。また、小田急では初めて転落防止ホロー車体側面の 連結面間に設置した。車体は千代田線乗り入れ用機器の搭載ができる、用配線等が準備工事されている。LED 式側面種別、行き先表示器前面は中央に、貫通扉を配した貫通型で、線型と共通の繊維強化プラスチック製、成型品を使用したため線型とほぼ同じであるが、車両番号の位置と色が異なる、正面層部が、 裏側から補強されているなど細部が異なる。側面客用扉は各車両とも4箇所で乗務員室に隣接する箇所のみ1 3 0 0 m m 幅、それ以外の箇所はすべて 1600mm 幅の両開き扉である。扉はそれまでの骨組み構造からペーパーハニカム構造に変更して軽量化を図った。ほか、扉のガラスは指バサ防止対策として、 二重構造と、することによって、扉本体との段差を解消した。乗務員室の扉には、車庫内での開閉を容易にするために、扉下部に手掛けを設けた。車体側面を滴たる雨水落下の防止対策として、側面の客用扉、乗務員室扉とも上部には雨戸を設けた。車両間の貫通路は 800mm 幅で、つまの窓は、固定窓とした。 側面窓の配置は、客用扉間には、戸袋窓と2枚1組の一段加工窓を配置し、車端部には、戸袋窓のみが配置されている。加工窓には、スパイラルバランサーを内蔵し、開閉を容易にすると同時に、保守の軽減を図っている。前面、側面とも、種別、行き先表示器は、LED 式とした。 座席はすべてロングシートで、客用扉間に7人掛け、客用扉と連結面の間には3人掛けの座席が配置される。小田急の通勤車両では初めてバケットシートを採用し、着席位置を明確にすることによって、定員乗車の促進を図った。座席の表地は、通常の座席は赤系統の中小柄、優先席は青系統の中小柄とした。 内装は、爽やかさと温かみのあるものとし、淡いピンク色を基調とした、化粧板で構成している。床面は、中央部が薄い青緑系の縞模様通路両側にあたる部分では石目模様とした。扉脇の手すりについては、それまで、手すり下端の高さが、床から 800mm だったものを 400mm に延長し、 用事の戸袋への引き込み事故防止を図った。各車両の客用扉上部には LED フリーパターン式案内表示装置と路線図案内式表示装置を千鳥配置に設置した。放送装置は自動放送を主体とし、車内のどの位置でも最適な音量、音質となるように改良し、スピーカーを5個から9個に増設した。先頭車の車端部には、 小田急の通勤車両では初めて車椅子スペースを設け、乗務員と対話が可能な非常通報装置も設置された。対話式非常通報装置は、戦闘車両以外にも設置されている。運転台は、後述するように、全電気指令式ブレーキを採用したことから、デスクタイプとなった。主管制御機とブレーキ設定機とも立行4ノッチ、常用8ステップ。 非常ステップの水平回転式にハンドル仕様である。速度計は、千代田線の乗り入れに対応した、車内信号対応タイプのものである。軽基板には、高電タッチ入力式のモニタ装置を組み込んだが、このモニタ装置は線形の同装置に、大幅な機能向上を加えたもので、主要機器のモニタリング機能に加えて、研修機能も有している。 研修機能は出庫整備の容易化を図るもので、終電装置の上昇や電動空気圧縮機、全消灯、蓄電池の充電状態の把握のほか、インバータ制御装置やブレーキ装置については、動作試験も可能である。また、試運転時の加減速測定機能や、停車駅予告機能も組み込まれた。さらに、空調装置や、車内外の案内表示、 自動放送の集中管理を行うとともに、乗車率や温度、湿度の表示も可能である。軽的は、空気笛とともに電子笛が採用され、ヤワタ電機産業製のヤマイナス九万五千三十三型が搭載された。主電動機は、出力百七十五キロワットのカゴカタチ三照、誘導電動機である三菱電機製のメガバイトマイナス五千六十一 a 型を採用した。 制御装置は、イグブと素子3レベル方式の VVVF インバータ、制御装置である三菱電気製マップ -178 から 15V49 型を採用し、デハ2100番台とデハ2400番台の車両に設置した。インバータ1機で、主電動機4台を制御するユニットを1軍とし、1台の装置の中に2軍のインバータを収めている。駆動方式は、 WN ドライブで、波数比は99、14イコール7.07に設定した。軌道加速度は、当初時速 2.7km、S であったが、1998年のダイヤ改正時に時速 3.3km、S に引き上げられた。制動装置は、小田急の通勤車両では、初めての採用となる改正制動併用全電機。 指令式電磁直通制度でブレーキの応答性を高めるために台車中継弁を設置している。台車は小田急では初めてボルスタレス台車を採用した。電動台車が住友金属工業製 SS143、付随台車は住友金属工業製 SS043 でいずれも車輪計8 6 0ト、mm、ルで牽引装置を Z リンクとしたモノリンク式軸箱指示系である。防音リング付け車輪とすることで、走行音の低減を図ったほか、準備工事として溶断パ取り付け座を設けている。基礎制動装置は、シングル式である。終電装置は、東洋電気製造 PT-4212、肘枠パンタグラフをデハ2100番台、デハ2300番台。 デハ2400番台の車両に1台ずつ設置した。冷房装置については、11500キロカロリー H の能力を有し、オーバーヘッドヒーターを内蔵する CU-195E 型集約分散式冷房装置を1両あたり4台搭載した。補助送風装置として、ラインデリアを装備し、首振り角度を拡大した上、 風速を2段に切り替え可能な機能を持たせた。補助電源装置は、200クバの自動受給電装置付のイグブと、素子式静止系インバータをデハ2000番台、デハ2300番台の車両に搭載した。電動空気圧縮機は、C-2000LA 型をデハ2000番台、サハ2250番台、デハ2300番台の車両に搭載した。 1994年度末に一時車となる2051-8.20528の2編成が導入され、1995年3月4日のダイヤ改正より営業運転を開始し、新宿発着の各駅停車や準急での運用を開始した。1998年には二時車となる2053-8の1編成が導入されたが、この編成からは、 側腰板と側張りの接続方法をインダイレクト方式に変更し、全面の通過標識等が廃止されたほか、車内案内表示装置はすべて LED スクロール式に統一した。なお、1999年5月から7月にかけて、クハ2053に電気連結器を設置し、ブレーキ読み替え装置の試験を行った。 この時通常の小田急では見られない12両編成での試運転となり、鉄道ファンから注目を集めた。試験終了後に電気連結器は撤去され、ブレーキ読み替え装置は2台目3000型で本格採用となった。2051-8は1997年5月より、編成中の2両の側窓ガラスに遮光フィルムを貼り付けして、その効果の試験を実施した。 その翌年1998年4月からは、全車両の窓ガラスを UV カットガラスに変更した。この試験結果は3次車に反映された。なお、同編成は、現在巻き上げカーテンを撤去した。2002年には、列車種別の増加に伴い、2051-8と2052-8に設置されていた、路線図案内式表示装置は撤去された。 2000年の造備車からは2600型を2000型によって置き換えることになったが、この時最初に造備された2054-4では、手電動機と制御装置を2000年度に廃車となった 2600K26668 の編成から転用した。この造備車からは、車内の7人掛け座席間に縦握り棒を設置し、客室側窓のガラスを車高ガラスとして、 カーテンの設置を省略した。その他、優先席部の荷棚高さと吊り革の高さを 100mm、低くしたり、車椅子スペースの設置場所を乗務員室側に変更した。機器面では、空気圧縮機が、レシプロ式からスクロール回転式に変更されたほか、区波2050型に滑走防止制御装置を新設、また屋根状の冷房装置カバーに、 社外スピーカーが新設され、社外放送機能を追加した。入線当初は、終電装置は、通常の必修枠パンタグラフであったが、全車両をシングルアーム式に交換された。2007年度より、滑走防止制御装置と、新しい保安装置である DATSP 装置の設置工事が開始され、2009年度に全車両の対応が終了した。 同時に EB 装置の搭載と防護無線の改良が実施された。また、2009年2月から前面と側面種別、行き先表示器をフルカラー LED に交換された。2010年前半には20548の座席端の袖仕切りを大型板へ交換する工事を実施した。また、20528は2012年前半に 袖仕切りと握り棒を変更した。さらに2012年2月には2051-8の帯色が従来のロイヤルブルーから2代目4000型と同じインペリアルブルーに変更されている。同時期に2052-8もインペリアルブルーに変更されている。基本的には各駅停車のみに充当されているが平日は下方1往復のみ新末だ。 相模大野間の急行に充当されることがある。過去には2004年から2016年まで運転された、区間準急にも運用されていた。また、2018年から2019年までの1年間は、通勤急行及び、多摩線内の急行にも充当されたことがある。なお、保安装置、編成庁の関係から、 小田原線新松大生と江ノ島線での定期、運用はなく、原則的には、小田原線新宿駅本厚木間を呼び、多摩線新百合ヶ丘駅から木田間での運用が、なされている。ありがとうございます。